江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の掲示板からのご紹介でございます。こちら、渓谷民、外国人に驚くほど評判の悪い韓国のモーテルということでスレッドがありましたので、ご紹介していきたいと思います。それではスレッドの書き込み見ていきましょう。くーちゃん、お願いします。海外のネチズンには汚れている、落ち着かない、使い心地が悪いなどなぜか酷評されている。実際には値段の割に部屋が広く清潔に保たれていて、諸外国よりもクオリティは高いのに、我が国ほどコスパの良いモーテルは世界のどこを探しても見つからないのに、なぜここまで評判が悪いのか。はい、というね、書き込みでした。それではですね、こちらに対して渓谷の反応を見ていきましょう。はい、それではですね、一人目こちら。いや、国内の人間でさえ清潔だと思ってないんだから外国人の意見が正しい。お金のないカップルが使う場所のイメージだ。盗撮されるからじゃないの？モーテルなどに盗撮カメラが仕掛けられていることが海外まで知れ渡ってる。いや、清潔とか設備とかの問題じゃない、確実な盗撮のせいだ。照明はわざと暗くしてるのだろうか。ホテルに比べて暗い気がする。だから少し不潔に見えてしまう。独特な匂いが苦手。あとはやっぱり盗撮の危険性。海外のモーテルの型が汚れているのは事実。しかし海外のモーテルは盗撮されることがないというのも事実。我が国のモーテルだけが酷評されてるのか。世界共通認識としてモーテル、ホテルの介護感、ホテルのような快適さはないけど手頃な価格で泊まれる場所という認識なのでは。安くてクオリティが低いと文句を言うのであれば最初からホテルに泊まればいいのに。国内でもこれだけ盗撮被害が訴えられてるじゃないですか。わらわら、絶対に使わないです。わらわら。先進国のイメージがないから後進国のモーテルというフィルター越しに見られている。海外のモーテルに泊まったことが何回もあるけどめちゃくちゃ汚かったです。結局は自分たちの国のモーテルが汚いので我が国のモーテルも汚いと思ってるのでしょう。カップルが泊まりに行く場所という時点で清潔だとは思えない。むしろ評判が良いと思ってた。海外で酷評されてるなんて話を初めて聞いた。盗撮が怖すぎて使えない。モーテルを使うなら盗撮されることを覚悟しなければならない。いや、モーテルはそういう場所なんだけど、安いのに高級ホテルのように綺麗で清潔なモーテルなんてどこにあるんだ。絶対に盗撮のせいだと思う。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応を見ていきたいと思います。はい、それでは上の方からいきますかね。この辺かな。渓谷のモーテルと言ったらどこじらみしか思いつかん、わら。あ、そういえばですね、まあ、画像検索してる時にトイレ拭いたタオルでコップを拭いてる画像が出てきましたよ。あれモーテルなんですね。うん。え、お前らとこの葉モーテルちゃうやん、ラブボやん。糸ずりめの女が見てて気持ち悪いんだって。どこじらみ出るとこだよね。ダニと隠しカメラが原因です。ん、普通の系のホテルじゃねえか。モーテルだけじゃないだろ、わらわら。国ごとだろ、評判が悪いのは。わらわら。 F1 スタッフを無理やり押し込んだところか、大きい雲とか虫だらけだなんだから仕方ないだろ、わらわら。マジックミラーなのか。隠しカメラ探さないと。まず渓谷で宿泊するには盗撮検出装置持参を推奨されている。臭くないと来ないんか。あるわけないな、お前らが臭いしな、わらわら。日本のその手のホテルは外人さんには好評だぞ。モーテルだのホテルだの言うけど、K に行くことが間違ってるだろ。日本では、が初めて出てこなかった。お前らの綺麗さの基準は低すぎるんだよ。しかも、暗くして光を当てると反射するところがあるんだろ。海外のモーテルは車旅で疲れた体を休めるところだよ。根本が違うだろ。電気を消して暗くしたらプラネタリウムみたいにあちこちに点灯する光が見えるのかな。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。